今日も熱戦が繰り広げられるであろうスタジアムでは、すでに両チームのサポーターの声援が上がり始めています。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で活躍された福西崇史さんをお迎えしています。アザール、味方がフォローに来ています。カットしたのはセルヒオラモス。クリスティアーノ・ロナウド、ムバッペ、これはアグエロ、クリバリ、クリスティアーノ・ロナウドのシュート、完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。ムバッペ、この選手がクロースです。クリスティアーノ・ロナウド、バルセロナにコーナーキックが与えられます。簡単にさばけるシュートでした。バルセロナですが、どういったところが見どころになるでしょうか。攻撃力の高いチームです。クリスティアーノ・ロナウドが打った、キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。カリム・ベンゼマ、ここはナバスが見事に止めました。セルジオ・ブスケス、クリスティアーノ・ロナウド、この選手がクロースです。アザール、キエリーニが抑える。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。後半開始のホイッスル、バルセロナのキックオフです。主審がフリーキックを与えます。この選手がクロースです。メッシ、ベンゼマ、サポートを使えそうです。パスをサイドに送ります。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。振り抜いた。これはアグエロ、ムバッペ、サミエル・ユムティティ、モドリッチ、アザール、ジョルディ・アルバ、トニ・クロース、ムバッペ、味方を使うでしょうか。クロース、ジョルディ・アルバ、メッシ、アザール、ベンゼマ、ムバッペ、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ファンダイクがインターセプト。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドのパスミスでしょうか。これはアグエロ、モドリッチ、ムバッペ、これは見事に奪いました。このホイッスルで試合終了です。引き分けという決着になりました。福西さん、いいゲームでしたね。
Hello? ファンが詰めかけたスタジアムはすでに興奮のるつぼと化しています。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田の黄金期を支えた福西崇史さんもお迎えしています。バルセロナのキックオフで試合が始まります。ブスケッツからのパスは通りません。クレマン・ラングレ、トニ・クロース、アザール、メッシ、メッシのパスはカットされました。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ルカ・モドリッチ、ムバッペ、外に開いたクリスティアーノ・ロナウドへのパス、クリバリ、この選手がモドリッチです。ムバッペ、味方がサポートに来ます。セルジオ・ブスケス、トニ・クロース、クリスティアーノ・ロナウド、この選手がクロースです。アグエロ、ルカ・モドリッチ、アザール、メッシ、クロース、パスをサイドに送ります。ルカ・モドリッチ、カリム・ベンゼマ、ムバッペ、ベンゼマ、この選手がモドリッチです。ムバッペ。前半終了で0対0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。さあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。サポートの選手がいます。クロース、ルカ・モドリッチ、トニ・クロース、アザール、クロースのパスはカットされました。ブスケッツ、ムバッペ、先ほどのプレーに口頭で注意を与えています。審判に目をつけられたくないですね。カリム・ベンゼマ、レフェリーカードは出しません。注意で済みました。お互いヒートアップしてきてますね。ベンゼマが来る。キーパーよく見て反応しました。あの距離なら入ってもおかしくありませんでしたよ。トニ・クロース、クリスティアーノ・ロナウド、ルカ・モドリッチ、ムバッペ、エンバペのゴール、これが先制点です。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。ベンゼマが来る。ムバッペ、カリム・ベンゼマ、サポートを使うか。アグエロ、
ムバッペ。この選手がモドリッチです。ベンゼマ、アザール。この選手がクロースです。ディフェンスがすっと出てきてパスをカット、チャンスを潰します。クリスティアーノ・ロナウド。バルセロナのコーナーキックです。1対0で試合が終了いたしました。今日はお互いに一歩も譲らない好ゲームとなりました。見応えのある試合でしたね。が伝わるでしょうか。試合開始を前にスタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で活躍された福西崇史さんをお迎えしています。クロース、ベンゼマ、アザール。アザールのパスミスでしょうか。飛びついて止めた。キーパーはどうしたんでしょうか。投げたボールがそのままサイドラインを割りました。落ち着きます。キエッリーニのクリア。クレマン・ラングレ。トニクロース、カリム・ベンゼマ、メッシ。クロース、クリスティアーノ・ロナウドからのパスは通りません。メッシ、ブスケッツ、クリスティアーノ・ロナウド。パスをカット、いい読みでした。アザール。バルセロナがボールを失いました。アグエロ。ユムティティがカットします。クロース、ここはキエッリーニが行きます。この選手がモドリッチです。クロース。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。さあ後半戦の開始です。ここまでは均衡した試合でした。ベンゼマが来る。アグエロ。これは見事なインターセプト。カリム・ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウド、トニ・クロース、アザール、ブスケッツ。いいカットです。ボールを奪いました。
ベンゼマが来る。このシュートはどうだ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。いやー、今日の試合も楽しみですね。そうですね、いい試合を期待しましょう。カリム・ベンゼマ、アザール。クロス。モドリッチ。ムバッペ。クリスティアーノ・ロナウド。サイドへパス、横に展開してきます。クリスティアーノ・ロナウド。この選手がモドリッチです。ムバッペ。ベンゼマが来る。これは見事に奪いました。ルカ・モドリッチ。キーパー素晴らしいセーブを見せた。この時間でリードを広げられたら勝負が。試合終了のホイッスルが吹かれました。試合が終了しました。福西さん、苦しいゲームをものにしましたね。今日も熱戦が繰り広げられるであろうスタジアムでは、すでに両チームのサポーターの声援が上がり始めています。実況は西岡明彦、解説には指導者としての道も歩み始めた福西崇史さんをお迎えしています。
ルカ・モドリッチ、サイドからの攻撃を狙います。サイドへ展開します。さあアグエロ、セルヒオ・アグエロ、決まった、先制ゴール。序盤から得点が生まれています。キーパーの位置を見て左を狙いましたね。恐ろしいほど冷静なフィニッシュです。ゲームは立ち上がりからの8分、先制点が生まれました。ムバッペ、リバプールがボールを失いました。この選手がモドリッチです。これはアグエロ、トニー・クロース、ムバッペ、モドリッチ、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。アグエロ、デブライネ、さあアグエロ、ネイマー、デブライネ、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。デブライネ、ナイスキーパー、ゴールを割らせません。セルジオ・ブスケス、バルセロナは国内リーグやカップ戦だけでなく、国際大会でも何度も優勝している世界屈指の強豪クラブです。リーガ・エスパニョーラの16-17年シーズンでは宿敵レアルと優勝を争います。レフリーの笛が鳴って前半終了、スコアは2-0、ゲームはハーフタイムに移ります。キックオフで後半開始、リバプールボールです。モドリッチがカットします。クリスティアーノ・ロナウドが遠くから狙った、ファンダイクがインターセプト、ネイマール、ルカ・モドリッチ、パスをカットされたのはデブライネ、マルセロ、デブライネ、ルカ・モドリッチ、クロース、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、この選手がクロースです。ムバッペ、さあアグエロ、デブライネ、
ネイマール、パスを返す。トニー・クロース。スコアは2対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。この熱気が伝わるでしょうか。試合開始を前にスタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ前半開始、バルセロナがボールを動かします。味方を使うでしょうか。うまく読んだインターセプト。この選手がモドリッチです。パスをサイドに送ります。ここは味方を使います。ブスケッツ、さあアグエロ、はたいて渡すこともできます。クロース、ボレーシュートだ。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。守備に比べて攻撃に人数をかけていませんでしたが、少ない人数で見事に得点を奪いましたね。スペースがないところでうまく仕事をしましたね。これは価値の高いゴールだと思います。クリスティアーノ・ロナウド、さあアグエロ、味方がサポートに来ます。ボールを取ってサイドから中央を見る。ポグバ、これはアグエロ、オバメヤン、素晴らしいボレー決まりました。これは止められないですよね。
さあアグエロ、ブスケッツ、ジョルディ・アルバ、クリスティアーノ・ロナウド。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ビルヒル・ファンダイク。今日は見どころ満載の試合になりそうですね、福西さん。ええ、この2チームですからね。期待しましょう。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ブスケッツ、クリスティアーノ・ロナウド、フェルナンジーニョがカットします。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。さあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。セルヒオ・ラモス、ビルヒル・ファンダイク、カイル・ウォーカー、ムバッペ、ボールをサイドへ振りました。チャンスを伺っています。オバメヤン、カイル・ウォーカー、オバメヤン。ゲームも終盤に差し掛かったところで、ついに勝ち越しゴールが生まれました。相手チームもよくしのいでいましたが、さすがに厳しかったですね。ゲームの主導権を手放さず、果敢に攻め続けた結果でしょう。さあアグエロ、カイル・ウォーカー、ポグバ、落ち着きます。キエッリーニのクリア。ムバッペ、この選手がモドリッチです。クロース、サポートを使うか。これは見事に奪いました。このシュートを弾いた。頭で入れました。ゴールを決めましたね。質の高いパスワークでした。左コーナーからいいボールが入りましたね。中の反応も良かったと思います。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。ポグバ、ここから先の出しどころに苦労している様子です。ここはキーパーが簡単に抑えました。この選手がクロースです。これはアグエロ、ここで終了のホイッスル。引き分けで試合終了です。今日の試合はリードを許して終了を迎える。今日も大勢のファンが詰めかけたスタジアムはすでに興奮のるつぼと化しています。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で一時代を築いた福西崇史さんをお迎えしています。さあ前半開始、エースモナコのキックオフです。さあ味方も連動して動いてくる。このパスはカットされました。ここでシュート、フェリペ、
クロース。スアレス。主審が流します。アドバンテージを見たようです。クリスティアーノ・ロナウド。この選手がクロースです。ブスケッツ。スアレスのところに行きました。さあアグエロ、トニクロース、クリスティアーノ・ロナウド、イスコ、華麗なテクニック、これは打ってきた。ここはサイドへパスを出します。モドリッチ、クロース、ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。イスコ、イスコが決めた。格の違いを見せつけます。決してここまではプラン通りに試合を運べているという感じではない様子でしたが、ゴールが決まりました。そうですね、このゴールで試合も面白くなってきましたよ。セルジオ・ブスケス。多くのサポーターが見守るマッチアップ、いよいよキックオフです。選手もサポーター、アザー、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ムバッペ。バルセロナがボールを失いました。前半が終了しました。スコアは2対0、2点のリードでハーフタイムを迎えます。残りは45分、バルセロナがボールを動かします。ムバッペ、トニクロース、クリスティアーノ・ロナウド、クロース、モドリッチがカットします。トニクロース、メッシ、スアレスのところに行きました。この選手がモドリッチです。ミッドフィールドでボールを取りました。サイドへ展開します。クリスティアーノ・ロナウドからのパスは通りません。スアレス、クロース、サイドへパスを出します。ルカ・モドリッチ、イスコ、クリスティアーノ・ロナウド、さあアグエロ、ゴール、1点差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。終盤ですが、まだ結果は分かりませんよ。アザール、ヒールでつないだ、キーパー弾く、ポストに当たって入りました。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。アグエロ、クロース、メッシ、3対1のまま試合は終了です。福西さん、
やはり最終的には力の差だったり勢いの差が出てしまったという。今日も熱戦が繰り広げられるであろうスタジアムではすでに両チームのサポーターの声援が上がり始めています。実況は私西岡明彦、解説には元日本代表として活躍されました福西崇史さんです。さあアグエロ、ジョルディ・アルバ、ブスケッツ、ブスケッツのボールロスト、サイドのスペースを使います。よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。ルカ・モドリッチ、ナビル・フェキル、この選手がモドリッチです。これはアグエロ、クリスティアーノ・ロナウド、試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。モドリッチ、ボールにはホアキン、ナビル・フェキル、サポートを使えそうです。この選手がモドリッチです。審判は警告にとどめましたね。今回はカードが出ませんでしたが、次は分かりませんよ。これはアグエロ、タッチを割ってスローイン。味方の選手が寄ってきました。サポートの選手がいます。ここはナバスが見事に止めました。ルカ・モドリッチ、トニ・クロース、モドリッチ、ホアキンです。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。味方を使うでしょうか。
ホアキンです。ここはレフェリーがファールの笛、危ない場所でのフリーキックです。この選手がモドリッチです。モドリッチからのパスは通りません。ここはサポートがあります。クリスティアーノ・ロナウド、ムバッペ、止めた、ボールが転がる。前に押し出します。ホアキンです。ナビル・フェキル、ホアキン、フェキル、フェキルが決めた。さすがの決定力です。ムバッペ、パスをサイドに送ります。ナビル・フェキル、簡単に抜かれてしまいました。この選手がモドリッチです。モドリッチ、シュートはディフェンスが止めました。モドリッチがカットします。ここはキエリーニが行きます。ムバッペ、ルカ・モドリッチ。バルセロナが同点引き分けという選択肢には目を向けるわけにはいきません。攻撃に出ます。バルセロナ、ムバッペ、ルカ・モドリッチ。最終スコアは1対1、ドローで試合終了です。試合が終了しました。が伝わるでしょうか。試合開始を前にスタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。実況は西岡明彦、解説には指導者としての道も歩み始めた福西崇史さんをお迎えしています。ムバッペ、レフェリーはアドバンテージを見ています。ムバッペ、エンバペが決めた。やはり外しません。試合は早くも先制点、立ち上がり6分、得点が生まれました。ムバッペ、ボールはサイドの選手へ。クリスティアーノ・ロナウド、ムバッペ、ルカ・モドリッチ、ナビル・フェキル、ホアキンが絡みます。味方もサポートに来る。ボールにはホアキン、キエリーニが抑える。クリスティアーノ・ロナウド、ここはキエリーニが行きます。クリスティアーノ・ロナウド、ボレーだ。バルセロナのスローインです。
叩いて渡すこともできます。ムバッペ、ナビル・フェキル、トニ・クロース、クリスティアーノ・ロナウド、セルヒオ・ラモス。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。さあ後半開始、バルセロナのキックオフです。このパスはモドリッチが読んでいました。ムバッペ、ナビル・フェキル、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ボールを回してチャンスを伺います。ムバッペ、セルジオ・ブスケツ。ブスケツのパスミスでしょうか。ここはゴールに近い位置でファール、十分に狙える距離です。狙いすました一撃はゴールネットに吸収されました。わずかに触っているんですね。あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。ムバッペ、アグエロ、ジョルディ・アルバ、ムバッペ、ボールを失います。フェキル、ここはナバスが見事に止めました。これは痛い、相手のチャンスになりそうです。ルカ・モドリッチ、ホイッスルが鳴って試合終了。最終スコアは2対0完勝と言っていいでしょう。福西さん、
試合開始を前にしてスタジアムは大いに盛り上がっています。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で一時代を築いた福西崇史さんをお迎えしています。ムバッペ、エンバペの鮮やかな先制ゴール。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ゴールはガラ空きです。ゴール。おっと、これでバルセロナがシュートは入るか。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドが決めた。やはりこの人は物が違います。ファン、このシュートはキーパーに防がれました。チャンスをものにできませんでしたね。あの距離のシュートを決められないと苦しくなります。クリスティアーノ・ロナウド入りました。ゴール。さあこれでハットトリックとなりました。アグエロー、アグエロが決めた。さすがですね、実に見事です。モドリッチ、モドリッチが決めた。やはり外しません。キーパー飛び出して見事ボールを奪いました。勇気ありましたね。クリスティアーノ・ロナウドが打った。クリスティアーノ・ロナウドが決めた。チャンスを逃しません。クリスティアーノ・ロナウド、イエス、ゴール決まった。綺麗にゴールの下隅に決めてきました。クリスティアーノ・ロナウド、セルヒオ・アグエロ、ゴール決まりました。これで3点目、ハットトリック達成です。モドリッチ、ボールをクリアしました。ムバッペ、このシュートを弾いた。選手たちは今頃気合が入っている頃でしょう。ええ、もちろんですよ。さあアグエロ、打つか。ゴールだ。あそこにやられてはもうゴールを見届けるしかないというところでしょう。クリスティアーノ・ロナウド、試合終了です。バルセロナが勝利をつかみました。チームは今日の試合を勝利で飾りました。福西さん、今日も熱戦が繰り広げられるであろうスタジアムでは、すでに両チームのサポーターの声援が上がり始めています。実況は私西岡明彦、解説席にはボランチ専門講座を執筆された福西崇史さんをお迎えしました。さあ前半開始、バルセロナがボールを動かします。すごい、ダイビングヘッドです。アグエロ、アグエロが決めた。これを待ってました。
事なコントロール。モドリッチ、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。見事なパスカットです。アグエロ、セルヒオ・アグエロ、決まった決まった、ゴールです。これで今日3発、ゴールには誰もいない。手足提言のセーブ、まだインプレーです。アグエロ、キーパーが飛びついた、鮮やかなセーブ。綺麗に決めました。プレオンです。アドバンテージを見ているようです。これはアグエロ。ここはキーパーが判断よく前に出ました。この選手がクロースです。ボレーシュート、クロースが決めた。なんという決定力でしょう。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドが決めた。いやー、やりましたね。キーパー反応した。ボールを弾く。ゴールが決まった。今日のクリスティアーノ・ロナウドはこれでハットトリックです。これはアグエロ。自陣深くでボールを奪いました。クリスティアーノ・ロナウド。このシュートを弾いた。ゴールだ。この冷静さには脱帽してしまいますね。アグエロ、試合終了のホイッスルです。バルセロナが勝利しました。大量失点で敗れました。集中力が途切れてしまったのでしょうか。相手の攻撃も良かったとは思うんですが、意地を見せてほしかったですね。このままでは次に影響してしまいます。今日も大勢のファンが詰めかけたスタジアムはすでに興奮のるつぼと化しています。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で一時代を築いた福西崇史さんをお迎えしています。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。さあアグエロ、セルヒオ・アグエロ、入った。早くも先制点が生まれました。アグエロ、ゴール決まりました。おっと、これでバルセロナが2点のリード。ゴールはガラ空き、エンバペが決めた。素晴らしい決定力です。アグエロ、ゴール、絶好調ですね。このゴールでハットトリック、もう止まりません。ムバッペ、キーパーが簡単に止めます。
いやー、今のはもったいない。至近距離からの得点のチャンスを無駄にしてしまいましたね。ゴール下隅に決めました。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドが決めた。この決定力はさすがです。さあ、アグエロ、見事に止めました。スーパーセーブです。モドリッチのパスミスでしょうか。クロス、素晴らしい動きです。足技を持っている選手ですね。モドリッチが決めた。圧巻のフィニッシュです。あとは決めるだけ。ゴールが決まった。さあ、これでハットトリックとなりました。ディフェンスの見事なブロックです。クリスティアーノ・ロナウド、手足提言、弧を描いてゴールへ。ゴールには誰もいない。綺麗に決めました。キーパー難なく対応しました。せっかくのチャンスを無駄にしてしまいましたね。これはアグエロ、ブスケッツ、アグエロが決めた。いや、さすがですね。モドリッチからのパスは通りません。ここで試合終了のホイッスル。バルセロナの勝利です。福西さん、今日の試合は大きく点差が開く結果となりましたね。はい、これはもう完敗ですね。次までに切り替えられるか、選手、監督ともに課題ですね。